早すぎる。好きなんだよね、それ。皆さんこんにちは、ヤンマジです。お久しぶりです。久しぶりの小田さんの YouTube のチャンネルに出させていただくんですけども、 PGA のプロテストの最終予選で北海道の登別に来てるんですけども、最終プロテストは140人ぐらい出て、通過が50人ぐらいですね。プロになれる人数が50人ぐらいなんですけども、できればトップの方で、上の方で通過できるように頑張りたいなとは思ってるんですけども、天候があんまり良くなかったり、コンディションも難しかったりするんですけども、一打一打集中して頑張っていきたいと思います。おはようございます。初日の朝です。今日は8時20分のスタートなので頑張りたいと思います。天気も今日は曇りなので、まだ雨降らないので、初日からいいスコア出せるように頑張ってきます。では行ってきます。お疲れ様です。なんかトップを目指すとか言ってたんですけど、見事に初日2オーバーという結果で、めちゃくちゃ、まだ結果出てないんですけど、危ないラインだと思います。情けないですね。全体的に下手だったなと思います。また明日は雨なんですけど、結構雨が強くて、もしかしたら中断になったり中止もあるかなぐらいの雨なんで、もしやったとしてもスコア伸びないと思うんで、ちょっと僕が頑張って上げて、スコアを、順位をなんとか上げたいなと思います。あ、トップは8アンダーっていうすごい人がいて、うまいなと思いますね。もう少しでも追いつけるように頑張ります。おはようございます。2日目の朝ですね。今日は朝から雨が降ってて、昼ぐらいからちょっと強くなるんで、中断とかもあるかなと思うんですけど、昨日言ったように雨だからやっぱスコアあんま伸びないと思うんで、ちょっとなんとか耐えて少しでも順位上げていきたいですね。昨日のゴルフ内容が悪かったんで、ちょっと改善して少しいいスコアを出していけたらなと思います。じゃあ行ってきます。頑張ります。お疲れ様です。二日目の夜です。まあ、案の定、雨がすごすぎて、誰も最後までホールアウトできず、サスペンデッドになりました。翌日ですね、明日に持ち越し。で、僕は半分、ちょうど半分ハーフターンで中止のサイレンが鳴ったので、ハーフで終わりました。すごい雨と風はちょっと強いぐらいだったんですけど、雨がすごくて、フェアウェイとかもなんか水浮いちゃったり、グリーンも最終的に浮いちゃったんで、難しかったんですけど、今日もハーフ終わって2オーバーだったんで、ちょっと大変ですね、このまま行くと。全体的に今日は絶対伸びてないなとは思うんですけど、それでもちょっとトータル4オーバーはちょっとやりすぎですね。うん。明日は天気回復するんで、ちょっと残りのハーフをしっかりアンダーパーで回って、3日目の1ラウンドでちょっとイーブンにはせめて戻さないとなっていう気持ちです。明日も朝すごい早いので、残りのハーフがあるんで備えたいと思います。おはようございます。3日目ですね。朝です。やっぱめっちゃ早くて、朝4時過ぎぐらいに起きたんですけど、 1.5 ラウンドしないといけないんで、かつ 1.5 ラウンドして今4オーバーなんで、とりあえずゼロに戻すのを目標にして頑張っていきたいと思います。余裕のあるラインではないんで、気を引き締めていきたいと思います。では行ってきます。お疲れ様です。3日目、サスペンデッドの分と3日目の分をやる予定だったんですけど、なんか朝すごい霧が出て、山の上なのでまたスタートが遅れて、 1.5 やる予定が 1.5 できず、昨日中断する前にハーフやってから中断したんですけど、残りのハーフなので今日は9ホールしかできなくて、
まあ、ゴルフ場のメンテナンスとかの都合もあると思うんで、要するに昨日中断して残ったホールだけを今日消化しただけですね。で、3日目をなしにして、明日4日目のワンラウンドをやるらしくて、なんか説明難しいですけど、要するに72ホールから54ホールに短縮するっていう感じになりまして、残りの9ホールは、まあ、ワンアンダーだったんですけど、できれば今日でゼロに戻したかったんですけど、残りのワンラウンドができなかったので、トータル3オーバーで、今ちょうど50位タイですね。めちゃ暑いですね。まあ、ちょっと順位は60何位だったんで、初日終わって上がったんですけど、まあ、50位タイで明日ワンラウンドでプロになれるかなれないかが決定するって感じですね。なんか今日はすごいショットの調子が良くて、ティーショットが特に良かったんで、まあ、パターもまあそんな悪くなかったんですけど、まあ、1個しかバーディー取れなくてって感じですね。もうちょっとバーディー取りたかったんですけど、もうちょっと頑張りたかったなっていうのが本音ですが、まだ組の皮1枚繋がった感はあるんで、明日まあ、まあ、カットラインとかは意識せず、とりあえずイーブンを目指してトータル、ちょっとゼロに戻して試合を終われるように頑張りたいと思います。おはようございます。最終日の朝ですね。もう、この動画も今日で最後なんですけど、とりあえず、今日は天気いいって、めちゃ晴れてるんで、多分中断とか、そういうのもないと思うんで、最後のワンラウンド、いいスコアを出せるように、一生懸命頑張りたいと思います。とりあえず、スコアをイーブンには戻したいですね。順位というか、そしたら自然と順位も上がるんで、そういう感じでやっていきます。頑張ります。お疲れ様です。なんとか通過することができました。今日1アンダーだったんで、トータル2オーバーの19位タイでした。結果的には結構いい順位にはなったんですけど、まあ、イーブンに戻せることはできなかったんですけど、まあ、とりあえず通過できたのは良かったなと思います。応援していただいた方ありがとうございました。あとは、今日3番ホールでホールインワンをするという、今までしたことなかったんですけど、ホールインワンできて、それですごい気が楽だったなと、楽に回れたなとは思います。もう空港なんで急いで今から帰るんですけど、時間が時間なんで、とりあえずなんか長きにわたって見ていただいた方ありがとうございました。また次 QT もあるので、それまでちょっとしかないですけど時間が、頑張りたいと思います。プロになれたんで、感謝を忘れずに頑張りたいと思います。ありがとうございました。